はい、どうもゆたです。今回はですね、まあ VAB のまあ主にサーキットでのタイムアタックでの話と、まあ今年の目標タイムですね。はい。まあ今年ももう11月に入って、シーズンインということで、これからまたタイムアタックシーズンがやってくるんですが、断頭ですね、本当に。シーズンイン一発目は、毎年おなじみのエボインプ。で、今回は、ヤリスもっていうことで、まあ、ホットな4駆ターボが、集まる走行会が、まあ一応指導戦ということでね。まあそこももちろんタイム狙っていくんですけど、まず目標タイムを言う前に、まあタイムアタックについて、まあ悩んでるというか、まあ単純に、なんか、ここ最近ちょっと楽しめなくなってきたっていう気持ちが結構あります。いつからか、なんか楽しさっていうより、タイムを追い求めすぎて、なんか自分を追い詰めてしまうというか、楽しさを忘れて、なんかもう仕事かのように淡々とこなすだけみたいな感じで、で、なんだろうな、自分でもし走るタイムを本当に狙いに行くと、なんだろうな、まあなんかそういうモードに入りたいんで、邪魔もされたくないし、で、そうなるとやっぱり、なんか走行会でね、みんなでワイワイやってる楽しさっていうよりも、一人で本当ね、もう夜中2時3時に起きて、もう前日から車用意したりとかやっても、朝一でもうきっちりタイム出しに行ってみたいな、もう本当作業的な感じになってきてて、なんかもちろんタイムね、出したくて、もちろんタイム出した時の嬉しさとかはあるんですけど、なんかふと考えた時に、なんか自分何やってんだろうなっていうような感覚に陥る時があって、なんでそのなんか純粋にちょっと楽しめないっていう風なのがちょっと最近悩みではあります。やっぱりでも走るから以上にはタイム出したいんですよね。ただそこをなんか多分真剣に追い求めすぎて、なんか楽しさを忘れてしまってるので、なんかもうちょっとなんか背負ってるものを下ろして、もうちょっとなんか気楽に楽しく今シーズンは走れたらいいなっていうのがまず気持ちですね、自分のタイムアタックに向けての。そうっすね、なんか楽しく走りたいっすね。はい、という感じです。別にそんなに病んだりとかはしてないんですけど、ふとなんかなんか一人でね、もう黙々とね、やってると何やってんだろうなって思う時間があったんで。で、あとはまあぶっちゃけちょっと VIB も飽きてきてる感は多少あります。目標である筑波踏ん切りとかしちゃったら、なんか86とかなんか FR 欲しいなとかって思っちゃったりしてる自分もいるんで、ちょっとどこまで乗るのかなっていう感じであるんですけど、ただでも筑波踏ん切りノーマルタービンノーマルエンジンでやってきてるんで、ハイフロータービン変えたりとか排気量アップしてる車に関してはもちろん踏ん切りしてるのいるんで、
やっぱそこじゃなくて、自分の目標はもうあくまでもノーマルエンジン、ノーマルタービンで踏ん切りをしたいっていうのが多分いないんじゃないかな。先代のインプ WRX 系を見ても、多分ノーマルタービンで踏ん切りってほぼいないんじゃないですか。ハイフローだったりスペシーとかボールベアリングにしてる車両は多分踏ん切りしてるのいると思うんですよね。あの2リッターでも、なかなかノーマルタービンっていうのは多分なかなかいないと思うん で、 VAB なんかもちろん絶対いないんで、そこをちょっと達成したいのは必ずあります。で、もし VAB 降りるってなったとしても、ちょっと追いつかれるような車種別のコースレコードタイムで引退するのもちょっと嫌なんで、ちょっとだいぶタイムを出して、もうスパッと降りて86とかにちょっと FR とか乗りたいなっていう、まあ、やっぱ維持費とかもやっぱすごい高いんで、バカにならないんで、はい、そんな思いもちょっと片隅にあったりもします。はい、という感じで、次は目標タイムですね。もうつくばから行っちゃいますか。一応去年のタイムと今年のタイムちょっと出しておきます。あの今年の目標タイムっていうのもバンと出しちゃいます。で、これはまああくまでも目標というか、このぐらい出せたらいいなみたいなタイムです。うん、はい、という感じで、まあ多分今回はもうつくばと富士に絞って、もうそこの2個は狙いにタイム行きたくて、他の走らないようなコースの目標タイムも書いてあるんですけど、一応まあ参考程度にっていう感じで載せておきます。もし走るだったらこのぐらいのタイム出したいっていう目標のタイムです。はい。で、つくばはほんと踏ん切り今シーズンしたいと思ってます。昨シーズンは正直ベストコンディションに巡り会えなくて、気温もやっぱり高かった。で、タイムが1秒214かな。で、正直タラレバは0秒67ぐらいまで出てます。なんで、で、昨シーズンは本当に、まあ、運転してるときはあんまりわかんないんですけど、オンボード見返したりしてても、やっぱり進入が窮屈、頑張りすぎてるなっていうのが一番大きいです。アクセルが早く開けられなかったり、旋回姿勢、加速姿勢が整ってないので、そこがやっぱり一番大きいかなと思います。なんで、正直本当に今シーズン踏ん切りタラレバ出たらとコンマ6秒7秒なんで縮められるかなって、ベストコンディション持っていけばもう含めて多分踏ん切りいくんじゃないかなと思う。あんまり、まあ多分0秒台は絶対入ると思います。で、ベストコンディション持ってって踏ん切り、ようやく踏ん切りっていうぐらいだと思うんで、なんとかそこは噛み合わせたいなと。まあ、コンディションに関しては本当に運なところもあるんで、まあ、不可能じゃないなとは思ってます。この仕様で踏ん切りは。はい。で、TC 戦、筑波戦の方は、37秒5は出せると思ってるんですけど、シーズンイン一発目はもう本当気温も高いし、一応新品ではあるんですけど、ちょっと雨、かもしれない予報なんで、37秒5までは出るか分かんないけど、37秒台っていうのはなんとか入るんじゃないかなと思ってます。もしかしたら正月、年明けに、走れる機会があると思うんで、そこでもしかしたら37秒5をちょっと狙っていきたいかなという感じでは思ってます。はい。で、あとは富士の本コースが、55秒5かな、今。
昨シーズンは動画見てもらってる方はわかるんですけども、タイヤも本当にもう残りカスで溝なくて、で3月なんですけど気温ももう20度ぐらいで、路面温度もほかほかで、正直アウトラップ一周出てって、コース計測1周目からアタックできるぐらい、もう GS も温まるぐらいの路面温度なんで、本当にまあコンディションとしては最悪だった中で、タラレバで54秒も見えてたので、正直気温下がってタイヤもまあピンに近ければ52秒台も夢じゃないと思ってるんでね、多分53秒は絶対入ります。52秒も多分見えてくるんじゃないかなと、全てがうまく噛み合えば。はい、そんな感じで、まあ富士に関しては速度域も高くてまだ合わせきれてないところがあるんで、まだまだ伸びしろ的にはあります。はい、あと富士のショートが、今32秒1ですね、現状。で目標が32秒1で31秒7ぐらいの目標です。去年もタラレバで言うと31秒入ってたので、多分31秒入ると思います。はい、まあ富士ショートに関してはちっちゃいコースだし、まあ課題も明確で、まあコーナーも少ないんでミスする箇所も少ないですし、うん、いけるんじゃないかなと思ってます。はい、うん、で後のコースは正直もう走る予定ないです、多分。はい、マフラーも今度変えちゃうんで、本庄が音量で走れないかもしれないですよ。走れたとしたら、まあ、41秒前半。で、茂原に関しても、タラレバで45秒入ってたんですけど、去年。ちょっと車高を上げたり、リップ外したり、遠赤をもうガンガン使う想定とセッティング、足回りもしないと、ちょっと、さらなるタイムアップは結構厳しいと思うんで、はい、うん、そんな感じで、あとは正直もう本当走んないかもしれないです。走りたいなっていうのはスパ西浦ぐらいかな。路面綺麗なんで、本当にああいうコースは結構好きですね。はい、であとは正直鈴鹿デビューしたいっす。鈴鹿は走りたい、本当に。もし走ったとしたら、2分20秒はちょっと切りたいかなっていうところで思ってます。はい。そんな感じでね、ちょっと、サーキットに対しての、ちょっとまあ僕の気持ちと、まあ目標タイムでした。はい、今シーズンの。うん。そうだ、車のアップデートできるところもまだ多少あるし、それよりまあ、ドライバーの腕を上げることがやっぱり第一優先なんで、うん、ちょっとこの前のシェイクダウンであまり感触は良くなかったんですけど、ちょっといろいろこれから走ってもうちょっといいタイム出せたらなという感じで思っております。はい、以上です。Thank you.